ベトナムの、ベトナムについていろんなことを、その自分がその自信があるというか、語れるなって思ってることは何？例えば？料理とか？いや、それは知らんでしょ。だって君、誰かも知らんし、今日初めて会ったからさ。俺、そんなにベトナムのことね、そんなに詳しくないから、だからいろいろ教えてほしいね。え、料理ってちなみにどんな料理が、有名というか、一番伝統有的名な料理はは、フォーです。何？フォー？フォーって何ですか？フォという伝統的なラーメンです。ラーメン。あ、ラーメンみたいなもの？あ、そうか。え、おいしい、おいしい、美味しいです。おいしいですか？ラーメンみたいか。え、形とか一緒？同じ？え、どっちの方が美味しい？日本のラーメンと、ベトナムものちろんベトナフムの方が。ォー、フォー、フォー、フォー。あ、フォー、フォーか。フォーの、え、フォーでも、え、例えば日本のラーメンといってもいろんな種類があるんですでよ。も、日本のラーメン食べたことがないです。え、昨日食べたやんか。食べたことがない。え、昨日食べたのはラーメンじゃなかった？昨日、知らないえ、昨日写真送ってくれたやん。え、それはラーメンでしょ？それはラーメンですか？ それはラーメンですよ。それはフォーじゃんね。全然。あ、そう、ラーメンですよ。昨日食べたのそうか。うん。美味は、しくない。こってりラーメンというね。こってりラーメン。こってりラーメンってどんなラーメンか自分で調べて。まあ、そのこってり以外にも、塩、まあ、中の具材もなんかちょっと、まあ、いろいろあるけど、よくあるのはね、その塩ラーメンとか醤油、まあ、そのいわゆるだしの、味だけは違うんですね。中の具材はもう大体一緒かな。まあ、いいよいいよ、置いといて、ラーメンのことを置いといて、フーはどんな種類があるんですか？どんな料理か、自分で調べて。オッケー、オッケー、分かった。じゃあ終わりやな。お疲れ。フーの種類って聞かれたら、まあ、その味、どんな味があるのか。あ、美味しい。まあ、フォーは僕あまり知らんけど、もしフォーについてちょっと話をって、その話してほしいって言われたら、作り方ですか？まあ、まずお米で作られてるんですね。まあ、大体やけど、知らんけど、お米で作ってるでしょ。で、種類はまあいろんな種類があって、まあ、魚の、フォーとか、鶏肉のフォーとか、牛肉のフォーとか、まあ、いろいろあるんですね。めっちゃ知ってるいや、ね。これは例えばね、その例で、いや、本当はどうか知らんけど、私だったら、まあ、これかな、みたいな。そう。米粉で作った麺です。そうか、そうか。え、フォーって、その、大阪で食べれるかな？そうか。食べれましたか？ちょ、今、食べれるか、今、疑問してるというか、聞いてんね。聞いてる。麺を茹でて、スープに入れて、牛とか鶏肉などを加えて、そうだ、いろんなそのものというか、具材入ってますよね。え、本当に食べれるの？それ。食べられないよ。え、食べれない。嘘です。え、どういうこと？ちょっとはっきり言ってほしいね。料理なら食べられますね。まあ、それはそうやけど、料理はもちろん食べれるけど、その、作り方、人によって、まあ、その、変なものを入れてる人も、まあ、おるやんか。だから、その、なんていうかな、ちゃんとメニューあるみたいな、それないかな。作り方。いろいろ多いです。あ、多いか。
決めは知らないでしょ。ただ適当で言ってるだけでしょ。え、そうじゃない？難しい問題ですね。うんうん、難しいからこそ君に聞いてるんですよ。だからどういうふうに対応して、どういうふうに、自分の子に紹介できるのか、そういう何というかな、伝える力というかね、コミュニケーション力ですね。あ、はい、何ですか。伝統的な子は、うん、何重な食材は、うん、麺と、うん、スープ、うん、スープね、と、うん、と特別なスープと、うん、牛肉。それは伝統な、伝統的な子です。伝統的な子は、うん、牛肉と麺とスープ、うん、でいろいろ混ぜて食べるの。はい。あ、そうな、そういうことか。はい、あとで調べてみろ。はい。間違ったらどうするの。え、でも違う情報を教えて、うん、調べたら、うん、最初から聞かない、うん、あ、聞くな聞くな君ね、もう本当に話にならない。話にならないというか、ちょっとなんか自分からは自分の国とか紹介したいでしょ。うん、でも私はそう作ったことがないから、うん、作ったことがないのに、なんでそういうなんか、でも、うん、紹介したい。ああ、そういうことですね。食べるだけ。ああ、俺聞いてるから、まあその答えないといけないなって思ってるので、まあそのあいつは、まあ、絶対知らんでしょみたいな思って、まあ違うこと言ってもいっちゃうみたいなね。だからそういうねことを考えてるから、そう言ってるんじゃないって私は思っています。うん、まあまあそれはね、うん、まあじゃあそのベトナムの伝統的なるよりは、フォーとか、ね、他は何があるの。また